平素より大変お世話になっております。学校であった怖い話実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、前回で一旦6週全部見終わったっていうね形になるんですけど、今回からはこれまでの中で見逃してしまったワクワクするようなお話の世界に皆さんをご招待したいと何言ってんだろうな見逃してしまったルートを見ていくよっていうね話なんですけど、実はもうデータをね作ってあります。やっぱりね、あんまり見れてないのって1週目なんですよね。1週目とまあ2週目ぐらいかな。でね、まず最初に見たいと思っているのが細田さんの4話目、1週目で見たやつですけどね、トイレツアー編ここにまだ見てないすごい楽しそうなルートがあるようなので、まずそこから見てみようと思います。こんにちは。あ、ここで行ってんだ。クラス C 組なんですね、細田さんはね。1週目の頃とかな、全然気にしてなかったもんね早いよね、トイレの話に入るのね。この頃はな、まだな、たまたまトイレなんだろうなって思ってたんですけどねまさか全部トイレだとはね、思いませんでしたよね。で、一通りトイレって怖いよねっていう話があった後に、何かに付き合ってくれないかって言われるんですけど、ここで付き合うっていうとあれですよね、行こうぜってなるんですよね。トイレに行こうぜっていうねトイレツアー、ここやっぱ衝撃的だったよな。あのシチュエーション的にさ、新聞の取材として怖い話を聞くっていうものなんで、どうしてもね基本受け身なんだよねっていうのがあったんだけど、行くんだっていうね自分も行くこともあるんだねっていうのがね、最初に教えてくれたのがね細田さんでしたもんね。最初の、新校舎の1階の北側から行くんですけど、最初に感じるっていうと、ここでは何もないんですよね。他のは全部あるんですけどここだけ何もないんだよな。ここのさ、悪態のつき方尋常じゃないですよね。最初のトイレだと細田さんと一緒にトイレに入って圧迫感を感じて、稲葉くんが悪態をつくだけで終わると。で、二つ目のトイレ、新校舎の一階の南側にあるトイレで、ここで感じるっていうと、一周目俺が見た時は何があったか皆さん覚えてますか？まあそうですね、中野ですね中野ニュルニュルポイントだったんですけど、ここで感じるって言ってみますよ。え、感じるのかい？そうか、よかった。で、どのトイレから感じるんだい？細田さんは得意げに僕に聞いた。あそこの便器から。僕は指さした。そうかい、じゃあ一緒に入ってみようか。細田さん嬉しそうだ。その時来ましたね。悪いんだけど、私と一緒に入ってもらえない。何なんその感じ。ここね、変わるんですよ。あの、一周目に俺が見た時って、福沢は、あの、6話目担当だったじゃないですか。ここでね、あの、細田さんの4話目に入る前に、福沢の話をすでに聞いている状態だと、福沢の割り込みイベントが発生するんですよ。福沢の話聞いてない場合は中野ニュルニュルイベントが発生すると。これさ、新藤さんでもあったじゃないですか、割り込みイベント。あれもね、先に新藤さんの話を聞いてると、新藤さんのあのゴキブリ人間のエピソードが聞けて、で、新藤さんの話をまだ聞いてない状態だったら中野っていうね感じらしいですね。すごい便利な使われ方してるよね、中野ね。
この福沢のさ割り込みイベントがあるっていうのを知ってからずっと気になってたんですよね。見たくて見たくてしょうがなかったんだけど、やっていきますね。福沢さんが横から口を出した。やった、細田さんと入らなくてもいいんだどっちがいいんだろうな、福沢と一緒に入るのと細田さんと一緒に入るのと。でもまあいいでしょう。細田さんは福沢さんの推しの強さに負けたようだ。下級生にも負けちゃうんだね。ねえ稲葉くん、一緒に入ってみましょうよどういう反応すればいいんだろうな。福沢さんに促されて僕はトイレの中に入っていった。謎シチュエーションだよね。3人で入ればいいのにな。カチャリと彼女がトイレの鍵をかけるなんでみんな鍵かけるんだ。福沢さんも何かを感じるんですか。あ、同級生とはいえね、初対面ですもんね。こんな感じの接し方だよね。僕は聞いた。福沢さん同じ学年ということもあって気が楽だ。感じる。ここからすごい霊を感じる。福沢も霊感が強いのか、このルートだと。福沢さんが震えながら言った。ん？うげ！突然彼女が、口から多量の汚物を、ペンキに向かって吐き出し。最悪なんだが、ちょっと何？大丈夫？そしてゆっくりと顔を上げる。汚物って、ひどい言い草じゃない彼女は、白目を向き出していた。乗っ取られたの？もしかして、例に。そしてブルブルと体を震わせた。やばいな誰か助けて。だんだん彼女の体の震えがひどくなっていく。こういう時どうすればいいんだ？男子としては、福沢大丈夫か？トランス状態に陥ってるようだ。僕は出口を彼女に塞がれ、トイレの隅でその気候を見守るしかないあまりにも地獄すぎる。ちょっと、出口をなんとか、カリカリカリ。ふと、彼女の規制に混じって別の音がしているのに気がついた。岩下さんかな岩下さんはキチキチキチですもんね。カリカリカリって何？下を見た僕は気を失いそうになった。彼女の吐き出した汚物に大量の虫がたかっているんだ。もともといたってこと、虫が、大量の虫が。あの虫ルートみたいになってきたね。あの体育館脇のトイレのカメムシ。カメムシはトイレのタンクから便器から湧き出るようにうごめいている。最悪すぎるな。全門の福沢、肛門のカメムシだな。カメムシは別名草虫と呼ばれているくらい嫌な匂いがするのだ。そうね、なんか刺激しちゃうとね。カメムシのあの嫌な匂いと彼女の汚物の匂いが混ざり合って僕は失神寸前。もっと楽しいエピソードが見たかったな。俺はなんか頑張って見る価値があったんだろうかってなっちゃいますね。福沢、彼女は相変わらずあの状態のままだ。どうすればいいんだよ。僕は目を固く閉じた。現実逃避ってこと？もう頭が変になってしまう。逃げ出そう、この現世から。そう思った瞬間、彼女が僕の肩を掴んだ。直接来るのかい？大丈夫か？ゆっくり顔を上げると、そこにはにっこりと笑っている彼女の顔があった。怖っ。どうした？どうだった？楽しかったでしょ。福沢のキャラなんか違くない？変だよね。新藤さんの割り込みイベントの新藤さんもだいぶ変だったしな。なんかちょっと違うよね、この話の時ね。みんなが。そう言うと彼女は微笑んだ。彼女はすっかり元に戻っている。あ、元に戻ったの？一体どういうことなんですか？僕は彼女に聞いた。わかんのかな、福沢に。ちょっとここにいる霊に頼んで、稲葉くんに楽しい夢を見せてあげただけ悪夢だったんですが、それは。彼女は続けてこう言った。私が念ずると、霊とコンタクトが取れる時があるんだ。さなえちゃん並みに霊感が強いんですかね、この福沢はね。稲葉くんが霊を感じるなんて思ってもいないことを言うから、ちょっと意地悪をしてあげようと思って。ムカつくなぁ。そんなバカな話があってたまるか。そうだな。
彼女は腕時計を指さしてこう言った。長く感じたかもしれないけれど、あれからたったの15秒しか経っていないんだよ。その間たったの15秒っていうことですか。僕は力が抜けた。あんなになんか終わりのない悪夢のようなね感じだったんですけどね。彼女の言っていることが嘘でも本当でもそんなことはもうどうでもいい。早くここから出たい。気分が悪い。そうだな。あ、大丈夫？彼女が僕の背中をさする。優しい。あ、さすらないで。さすったらダメ。何それ。あー、うぅやってしまった。あら、ダメね。こんなに生えちゃって。ひょっとしてもらいゲロってやつ？あははは。同級生の前で、同級生の女の子の前で吐くのはちょっとな、きついな。まあ、福沢のせいなんですけど。彼女はそう言って僕を笑い飛ばした。トイレの鍵を開けると彼女はみんなに言った。稲葉くんはあまりにも霊を感じすぎて戻しちゃったの。さあ、ここにいない方がいいよ。早く部室に戻りましょう。あ、続かないのか。もう戻って終わりパターンですかね。僕はもう彼女を絶対に信じない。まあ、進藤さんのね、ゴキブリ人間イベントもね、それで終わったもんね。まあ、こういうね、まだ見てないね、ルートがね、意外にね、あるんですよね。ちょっとセーブしておきましょう。で、じゃあこのまま行っちゃおうか。次にね、見ようと思っているのが、岩下さんの5話目。これもね、1週目で見た話ですけど、1週目の頃って、まだ1つの話で2パートまでとかね、そんな感じでやってた頃なんで、選択肢によっては全然違う話になったんだけど、まあ、それに気づかずに終わっちゃったっていうの結構ね、残ってるみたいなんですよね。で、最初の岩下さん、これがね、ファーストインパクトだったんだよね。そりゃ怖がりますよね。この話の岩下さんが最怖じゃないですか。でも無限廊下も怖かったよな。恋人がいるかどうかの問答のところで、いないかな？いないっつって、完全に岩下さんを拒絶するっていうルートは見てないんですよね。ちょっと怖がっちゃって。ちょっとなんか中間みたいなので、かわしたんだよな。年上の女が嫌いで、同い年がいいって言っちゃったんですよね。ここでも嫌いっていう。まあどうして？年上って言っても10も20も違うわけじゃないのよ。1年か2年先に生まれていたっていうだけ。それでも嫌いかしら。とにかく拒絶しまくると、俺が見てないルートになるらしいんで、今回それを見ましょう。そう、残念だわ。そうそう、七不思議だったわね。短い話だけどいいかしら。一応話してはくれるんですね。へそを曲げてね、そのまま終わるっていうパターンもね、見ましたけどね。その昔、この学校に一人の新入生が入ってきたの。目立つ感じではないんだけど、優しそうな男の子でね。その子に恋をした女の子がいたの。彼女は上級生だったわ。新入生に恋をした上級生の話。でも恋は自由だものね。思い切って告白しようとしたの。だけどいきなりっていうのにはやっぱり抵抗があったのね。彼女はその男の子に聞いたのよ。怖い。もうすでに怖いんですが。年上の女は嫌いってね。彼は何と答えたと思う？ちょっと待ってよ。ここ俺なんだ。ちょっとここで好きって言ったんじゃないですかって言えなくない？首に殺されそうじゃない？わかんないよ。どっちが正解なのかわかんないよ。嫌いって言ったんじゃないですか。そう、彼は嫌いと答えたの。彼女の気持ちが伝わらなかったのかしら。いいえ、そんなはずはないわ。だって彼女はいつも彼を見ていた。熱い眼差しでね。
岩下さんも見てたのかな。もうその割には福沢と一緒にトイレの個室に入った時助けてくれなかったよね。あんな地獄のような目にあったのに。一度でもそれに気づいたら彼女の気持ちはきっと分かったはずよ。それなのに彼は嫌いと言った。それはつまり彼女を拒絶したということよね。彼女は傷ついたわ。本当に彼を好きだったのね。そして好きだった分だけ彼を憎いと思い始めたのよ。今憎まれてんのかな。ちょっと待ってください。あ、これ稲葉くんかい。僕は慌てて口を挟んだ。なんだかおかしな具合になっている。岩下さんの話でこういう感じで稲葉くんが出てくるのちょっと珍しいね。内山くんの時ぐらいじゃないか。岩下さんは僕をまっすぐに見つめている。昔のことなんて言ったけど、実は岩下さん自身の話じゃないのか。これを他の語り手の方たちはどういう感じで見てるんですかね。それならばその傷つけた少年っていうのは僕。けれど岩下さんは片手を挙げた。え？何？技？なんかの。僕が話そうとするのを止める。まだ話は終わっていないわ。言いたいことがあるのなら私が話し終わってからにして。声。冷ややかな声。鳥肌が立った。僕が何も言えなくなると岩下さんは再び話し出した。女の子はおまじないで彼を苦しめようと思ったのね。おまじない。そしてそれはうまくいったのよ。呪いですか。彼女の見ている前で彼は激しい頭痛を訴えたの。まるで頭蓋骨を叩き割られるような強烈な痛みだったらしいわ。なんでその呪法を知ってるんですか。その女の子はもともと精通してたんですかね、黒魔法に。頭筋、頭が痛んだ。同時にぎくりと背筋が冷えた。俺、稲葉くん、岩下さんの話とあまりにもタイミングが合いすぎていたからだ。でも気のせいに決まっている。こんなことで頭痛が起きるなんて信じられない。必死でそう考える。その間にも頭痛はどんどん激しくなっていく。岩下さんは僕の様子に気づかないのか、何食わぬ顔で話を続けた。彼の頭痛は激しくなっていったの。しまいには立っていられないほどにね。彼は彼女の前でのた打ち回った。でもそれを見て彼女の心境が変化した。好きな人が苦しんでいるのを見てかわいそうになったのね。彼に駆け寄っておまじないを解いたの。おう。その瞬間、おまじないは強烈な呪いとなって、彼女自身を襲ったわ。自分に帰ってくるの？途中で解くと。男の子の苦しみの2倍、3倍もの頭痛だったらしいわ。その結果、彼女は死んでしまったのよ。岩下さんが死亡するエンドか、これ。でもそれでも満足だったの。だって愛する人をかばったんですものね。きっと彼も自分を覚えていてくれると思ったんじゃないかしら。だけど彼はその後すぐに恋人を作ってしまったの。同じクラスの可愛い子。死んだ彼女のことなんかすっかり忘れてしまったのよ。今も一応ね、同学年の子がこの部室内にもいるんですけど、ちょっと、汚物を吐くんで。その子はないかな。彼女は怒ったわ。ある日その男の子が死んでいるのが発見されたの。呪い殺されたってこと？自分で何度もコンクリートの壁に頭を打ちつけたらしいわ。ひどい死に方だな。壁も床も一面真っ赤に染まっていたって。それからというもの、この学校には彼女の霊が出るようになったの。普段は何もしない無害な霊なのよ。でも年下の男の子に振られた女の子がいると来てくれるの。今来てるんすかね、その子が。代わりに仕返ししてくれるのよ。なんでも例のおまじないをやって男の子を苦しめてくれるらしいんだけど。仕返しって。どうしたの、稲葉くん。なんだか苦しそうね。頭痛はどんどん激しくなっていた。もう立っていられない。机に突っ伏した僕の肩を岩下さんが抱きかかえた。助けてくれるんですか？辛いの？頭が痛いのね。
やっぱりこの話は本当だったんだわ。でもその呪いを解こうとすると岩下さんは死んじゃうのかな。静かに歌うように岩下さんは話し続ける。でももう耳に入らない。頭が割れそうだ。かわいそうにね。でも私死ぬのは嫌。あなたをかばってなんてあげない。あなたも私を振ったんだし、おあいこよね。助けてください。岩下さんの声が遠くなる。これはバッドエンドか。このまま死んでしまうんだろうか。僕が何をしたって言うんだ。その疑問を口に出せないまま、僕は混沌とした意識の渦に飲み込まれていった。散々すぎない？この日。序難ですね。序難の日ですね。福沢からの岩下さんのコンボやべえな。まあちなみにね、言うの忘れてたんですけど、一週目、俺はこの話を聞いたときは、矢口節子さんと伊達守くんのカップルの話だったんですよね。あの公衆電話の悪魔の話とか、つくも神のポストの話ですよね。だからまあ全然違う話になるパターンもあったんだけど、見れていなかったっていうね、ことなんですけど。さっきの話の選択肢、もう一つの方を見てみるか。怖いよなこれな。その過去の話の上級生に告られた新入生の男の子は年上の人が好きって言ったんじゃないですか。僕とは関係ない人ですし。怖い怖いよ。嘘つき。岩下さんがピシャリと言った。目が奇妙に光ってる。なんで光ることがあるんですか。ちゃんと正直に言わなくちゃダメ。嫌いでしょ。嫌いと言ったんでしょ。なんだ。さっきの僕の返事のことを言っているのか。何が何だかわからなかった。でも岩下さんの迫力についうなずいてしまった。そうよ、それでいいの。岩下さんは満足したように話を続けた。ああ、ここはルート分岐はしない感じか。結局彼は嫌いって答えたんですね。で、同じか。呪い殺されるのか。はい、死にました。とりあえず、見逃したルートを見る回の一パート目はここで区切りますか。矢口節子さんと伊達守くんのエピソードでも、選んでない選択肢がね、結構、あるんだけど、そこまで回収しようとすると本当に終わらなくなっちゃうからさ、本当になんか全然違う話になるんだけど見れてなかったねっていうところだけ拾っていこうかなと思うんだよね。で、そういう意味で言うとですね、岩下さんの5話はもう一つあるんですよ。もう一つあるみたいなんで、次回のパートではそれを見ていきますか。はい。3パートで収まるかな。見逃したルートを見ようかい。収まんない気がしてきたな。まあいいや、とりあえず一回ここで区切りますね。また次のパートでお会いしましょう。さようなら。